お疲れ様です。二条でございます。今日はですね、ちょっと私が影響を受けたギタリストについて話したいと思うんですけども、まあなんかいろんなギタリストの影響を受けたんですけど、まあ20代前後ぐらいが一番なんかこうテクニックっていうものになんか魅了されたというか、いろんなギタリストをこうコピーして、こういう部分だったりみたいなのをやってたんですけど、それをまあちょっとね、ご紹介したいと思います。じゃあですね、一人目。なんか自分がちょうどね、X とかをコピーしてた、高校生ぐらいかな、高1の時に友達に、こういうギタリストがいるんで、聞いてみたらって言われたのがイングベイで、そっからね、イングベイをね、ちょっとコピーし始めて、イングベイからやっぱり、あの人の代表的なね、フレーズっていっぱいあるんですけど、スイープピッキングをなんかよく練習した記憶がありますね。まあ今でもちょっとね、スイープ練習したりとか全然するんですけど、3弦スイープとかね、5弦スイープとかよくやってましたね。今やってもやっぱ3弦スイープ難しいなと思いながら、スケール弾きもね、こう、スイープっぽい、まあエコノミーですかね、それを使って弾くんですけど、そういうの、エコノミーはでも俺あんまやんなかったかな。どっちかというとやっぱスイープを主に3弦スイープあたりをよくやってたかな。結構ネットにもね、もう今フレーズガンガン転がってるので、ぜひね、テクニカルギターまだ手を出してない方というか、まあ、早弾きやろうと思う人はやってみていただきたいというか。2人目がね、イングベイと同時期ぐらいにやっぱ影響を受けたのが、ポール・ギルバートですかね。イングベイとかなんかね、譜割りがちょっと分かりにくい部分があったんですけど、ポールはなんかね、結構かっちりしてるというか、だからコピーしやすいっつうのもおかしいですけど、フルピッキングっぽいやつやったり、まあ、ちょっとレガートが入ってるやつなんですけど、それやったりとか、スキッピングフレーズもようやってましたね。あとはミスタービッグとか、レーサー X とかの曲のソロをやったりとか、結構ね、ポールを練習してる時期は長かったんですね。まあでもまあもちろん、やったりもするんですけど、20代前後ぐらいかな、は、ポールの影響は結構大きかったですね。早弾きやったことない人には、ハードルがこうグッと上がる難しさなんですけど、ちょっとずつ紐解いていけば、できるようになってくる部分もあるっていうか、俺も全然もうその完璧に、完コピできるレベルではないんですけど、でもまあなんかできる部分もあったりとか、ぜひね、チャレンジしてみてくださいませ。で、3人目がね、俺、リッチー・コッツェンはね、リッチー・コッツェンの作る曲が好きで、普通にこう、曲をコピーっていうかね、普通に聴いてましたね、CD 買ったりとか。歌も良かったし、聴いてて。ほんで、リッチー・コッツェンの技術に関しては、レガートをすげえやってたかな。ミスター・ビッグってっていうバンドにポール・ギルバートが最初いてて、で、辞めて、リッチー・コッツェンが入って、そこでリッチー・コッツェンを知るんですけど、なんかね、最初はやっぱポールの方が、なんかフレーズがかっちりしてて分かりやすくて好きだったんですけど、だんだんそのリッチー・コッツェンの、なんつうんでしょうね、ちょっとなんか、ソウルっぽい、R&B っぽいテイストだったり、あとはさっき言ったそのレガートフレーズが、めちゃくちゃなんかこう、ハマったというか、そうですね、だからリッチー・コッツェンのレガートフレーズは、結構フォームを真似したりとか、DVD も買ったし、ちょっとやっぱジャジーな部分、フュージョンっぽい部分もあったんで、その頃からちょっとフュージョンにこう興味が出たりとかで、やっぱ歌もいいんでね、そこでハマったっていうのもありましたね。まあちょっとね、リッチコっていうのこうレガートフレーズを、まあ、フォームとともにこう真似してもらって、まあ、フルピッキングとはまた違うね、魅力もあるんで、ちょっとぜひね、やってみていただければいいんじゃないでしょうか。4人目がですね、ヌーノ・ベッテンコートですかね。ヌーノはね、なんかね、影響を受けた部分って、まあ、ポルノグラフィティ2エクストリームのね、アルバムですけど、それはなんかよう聞いてましたね。フレーズもね、真似してたんですけど、リフをやろうとしたんですけど、リフのリズムが全然わかんなくて、俺できなかった記憶があります。ゲットザファンクアウトとかなんかこう、そこら辺の有名曲をやったり、なんか覚えてるのはね、タッピングフレーズを頑張ってコピーしたり、とはなんかね、レガートのミュートかけた、なんかこう、独特なフレーズがあるんですけど、あれやったりとか、全然うまいことコピーできてなかったんですけど、見よう見まねでやってたような
記憶がありますね。そう、なんかもうめっちゃかっこいいフレーズなんで、ぜひコピーしていただきたいですね。なんかこうリズミカルなフレーズでかっこいいんでね。5人目がですね、ジョン・ペトルーシーかな。よくやってましたね、ドリームシアター。結構やっぱ曲も聴いてたのかな、ドリームシアターは。ベタですけど、メトロポリスパート2はよく聴いてましたね。いいアルバムで、あのねタブ4を買ってね、なんかね全部の曲が載ってなかったんですけど、なんか載ってるやつを練習したりしてましたね。プラスなんかね、他のアルバムの代表曲とかもやったり、テイクザタイムとかよく練習してましたね。全然弾けなかったんですけど、今でも弾けないんですけど、テイクザタイムとか、あとメトロポリスパート1とか、結構そこら辺を真似したり。でもね、その時まだピッキングの技術もさ高くなかったんで、全然なんかできなかった記憶がある。なんかジョン・ペトルーシーはね、なんかね、楽曲として一つのギターソロのこう、なんていうんでしょうね、形で捉えてたっていうか、あのピンポイントにこのテクニックとかじゃなくて、だから全体をそのコピーしていろんなテクニックが入ってるので、それはなんか学んでたような気がしますね。今やっても全然難しいし、フレーズきっちりしてるんで、なんかこうこれどうやって弾いてんやろみたいな部分がリズム的な部分でないので、まあ難易度は高いですけど、丁寧にやれば多分いけるのではなかろうかと。まあそれでも難しいですけど、うん、まあ的な感じでね、ちょっと5人ほどピックアップさせてもらったんですけど、でももう5名ねあげましたけど、でももうねめちゃくちゃ影響受けて、なんかこの5人どころじゃない人たちからもうめちゃくちゃ影響受けてるんで、なんでね、なんかどんどん掘り下げて自分にフィットするような人を探してもらうのもいいし、なんかね時代によってやっぱ変わるんですよね。最初はこの人に影響受けたけど、なんか今はこれがいいみたいな感じで、自分もなんかそんな感じでこうどんどんこうね興味が変わっていって、でだん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 自分のこうなんか好きなスタイルが作られていって現在に至るみたいな感じなんで、まあいろいろねネットとか、まあ友達の意見とかね聞いて、いろんなギタリストにね出会ってみてくださいませ。こんな感じでございます。ありがとうございました。